簡単な、そう、簡単なボールでも僕ら基本的に一応右足で合わせておいてからこういうふうに入るようにしてるところはありますね。はい、早く体重移動みたいな感じで、結局多分打点の位置はこう前に行ってるけどもっと前なんじゃないですかね、ポイントはこのぐらいだから。例えばでもまあこういうバランスなのかこういうバランスなのかっていう話だと思うんですよね。ここにあってもこのぐらいのバランスで取れれば、うん、今のじゃあちょっと短いの こっちに一歩打ってもらっていいですか。もうちょっと後ろから簡単な状況で右足でとテイクバックで合わせて、あ、これでも今なんかこっち側に来そうなのは体があんまりこういうふうにひねれてないですね。このフォアのテイクバックと似てるような感じです。こうやってローテーションしてないでこうやって引いてる感じ、これをこうやって今ぐらいで、短いボールになるとあんまりテイクバックが大きくなると多分スイングの幅が大きくなるから、もう少しひねるだけでいいんです。ひねるだけで顔の前にこうやってラケットがあるだけでいいです。もうちょっと後ろから、もうちょっと後ろから、これでひねって前で、このスイングの幅を調整するのに今邪魔してるのは多分左手です。ちょっとこう少しお腹に抱えるぐらいな感じ、お腹に抱えようとしてもどうしてももうこういうローテーションを使っちゃう、こういう、これをまずはテイクバックの位置が自分の体の右のところにテイクバックあるかどうか、それがちょっとこっち側に行ってないかどうか、この辺、ここで、でちょっとそうですね、体のちょっとスリークォーター気味、ちょっとこのぐらい体傾けてこのぐらいで打ったら、でそれで左手も意識しながら、はい、そのぐらいの感じの方が多分なんか自然に力が出るかな。なんか頭がブレにくくなる感じ。はいはいはい。そう、こういうふうに見ちゃうか、頭をこういうふうにして目でこうやって見てる感じがあるんですけど、もうちょっとこうやって傾けてもいいんじゃないかなと。そうするともうバランスが決まってるんで、これをこうやってギリギリで頭が動いちゃったりした時にバランスが崩れるような気がします。うん。もうこうやって僕はもう これって一気ですよ。一気にこうやって回してません。こうやってこうやってパーンパッ。1個目は大股で言うと、僕はできれば一歩が大きい方がいいと思います。でもそれで一歩大きく出してあんまりにもバランスが崩れちゃうんであれば、それはちょっと例えばやり方としたらこうやってクロスオーバーみたいにして使ったり、左足慣れてないからかもしれないですけど、一歩目でちょっと方向間違える時があった。ああ、うん。だから目測がまだできてないうちに思っちゃってるんですよ。うん。だからあんまりターンができてないんじゃないかっていうところがあると思います。腰のここのターンがグッと。そう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 。できてないです。そこ。はい。よく超えたのが、逆にこうこっちの足を前に出せと。これで蹴ろって言われたんですよね、うん、でなんかちょっと見てると実はそうしてるかなと思って、でさっき の蹴り出す時の足っていうところで言うと、別にこういうこんな風に前に出してる時間がないじゃないです か例えばこうして別に前に出してる感じじゃなくて、こうやってどちらかというと引いてる感じで、その後プッて、そうそうです、全然こうやって前に出しちゃう感じになってくると、まあいろいろ取り方によってはこういう風な感じにもなりやすいじゃないですか。例えば、でもそこは重心気をつけてバランスコントロールして、別にこれやりやすい方でいいと思います。まあ一歩目をこうグッと出すのがいいか、クロスオーバーがいいか、これはそれぞれでいいと思います。梅原さんもどうぞ。はい。うん、クロスオーバーもっと使える。クロスオーバー大きく大きく。よしよし。大きく。オッケー、バッチリ。ラスト。はい。よし。はい。オッケー、オッケー。梅原さんすごい良くなった。うん。早い早い。オッケー。ごめんなさい。今井さん。
浅いな、ごめんなさい。オッケー。シー。はい。こうバランスを意識したまま、こう下半身のバランスを安定させて上半身をこうコントロールする感じっていうのが結構力入っちゃってたりもするとか、こう動き出しのバランス、こういうふうに動いてたとか、もうちょっと重心の位置を少し意識してコントロールする感じ、手に力が入っているのか上半身全体に力が入っているのかっていうので言うと、どっちが考えられそうですか。手元、上半身全体に。じゃあもうちょっとこうやってステップを、膝を柔らかく軽やかにこうやって動いていく感じ。ふっふっ、膝を柔らかくふっふっ、これこうやってグッグッ、こうやって曲がったまんまじゃないですか。こうやってこうやって もっとこう普通に走れないですか。そうそう、その方が自然。はい、そういうフットワーク。今井さんも最後この切り返しのこういう部分のところは、まあここを意識して1歩目のこう切り返しを早くしたら最後のはいけそうです。どうしてもやっぱりそこのグッて、ここの切れってどうすれば速くなるかって、多分引いた方が速いかな。引いて右足を引いて左足を後ろにやるような感じ。この1歩目、ここをちょっと意識してやるとより速くなるかなと。はい、こっちのここから逆サイの、はい、僕デモンストレーション、ポイントちょっと出してもらっていいですか。これ厳しいですよね。これ僕全然ハイボレー、バックのハイボレー、これだったら、あ、もうちょっと行けます。もうちょっと行けます。このぐらいですよね。もう一回。このぐらいですよね。ただなんか、そこが上半身が回ってきちゃうと道が空いちゃうんで、うん、そこどこまで上で保ってます。こうやって上で保ってます。だから上で保ってます。僕は頭の位置だけをコントロールしようとしてます。でも頭の位置でももしかしたらこう引っ返ってくる可能性があるじゃないですか。はい、そこってどう。いや、だとしたらテイクバックの位置が今今井さんのやってる時ってこうやってやってて、テイクバックの位置が結構ここに近いんですけど、もう少しテイクバックの位置を遠くして、そうすればここはこのバランスはコントロールできて、ただここで打てないで、はいはい、あとは基本的にこれはグリップの関係があると思います。厚いグリップだとやっぱりまっすぐ出していくから、後ろの打点だと結局正面向いてじゃないとスピードが出せない。だけどグリップが少し薄ければ後ろのボールもこう回転かけてコントロールできるから、そこの感じで、だから薄いグリップだったら正面向いてたら打てないの分かりますよね。ちょっと体を横に向けてもこういうふうにコントロールできる。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。